はいそれでは始めさせていただきたいと思います今回は X 線トポグラフィーによる単結晶基板の評価というタイトルでお話をさせていただきたいと思います以前のセミナーでは半導体材料などに用いられているエピタキシャル薄膜の評価についてお話をさせていただきましたが今回はそのテンプレートとなっている単結晶基板の評価についてのご紹介になります エピタキシャル薄膜は、単結晶基板の影響を受けて成長いたします。高品質なエピタキシャル薄膜を精膜するためには、高品質な基盤材料が必要となることから、基盤材料の結晶性や血管についての評価も大変重要となります。今回は、単結晶基板の評価によく用いられている XRD での評価と、X 線トポグラフィーによる血管分布の評価についてご紹介をさせていただきたいと思います。 こちらが本日お話をする内容です。前半では一般的な X 線解説装置で行われている単結晶基板の評価についてご紹介をさせていただきたいと思います。後半は今回のタイトルにもなっております X 線トポグラフィーによる評価についてのご紹介です。X 線トポグラフィーは単結晶基板面内に存在する結晶の不完全性や 血管ななどの分布情報を取得できる手法になりますここでは弊社のトポグラフィー専用機 XRT マイクロンでの評価について測定の原理や装置の測定モードなど測定事例を交えたご紹介をさせていただきたいと思いますまず X 線解説装置を使用した単結晶基盤材料の評価についてお話をいたします。X 線解説装置を使った 単結晶基盤の評価において最もよく用いられている方法はこちらにありますロッキングカーブ測定になります測定は検出器の角度2シーターを測定を行う材料の面指数によって決定される角度に固定をした後オメガ軸を使ってスキャンを行いますこれにより得られるロッキングカーブプロファイルのピークの幅から結晶性を評価いたします 一般的な白膜材料の評価でもよく用いられているものですが単結晶基板の評価においては入社側にモノクロメーターコリメーターを使った高分解のビームを使用した測定が行われます。こちらはロッキングカーブプロファイルの模式図です。測定により得られるロッキングカーブプロファイルのピーク形状は結晶方位のばらつきが大きい場合にはピークの幅が広くなります。 また結晶性が高くなり結晶の方位のばらつきが小さくなるとこちらの幅は狭くなっていきます実際の評価ではこのピークの半地全部幅を用いて結晶性の評価としていますこちらの右側にありますロッキングカーブプロファイルはサファイア単結晶基板のロッキングカーブ測定を行った結果になります測定は高分解能を実現するためのゲルマニウム440 4結晶モノクロメーターを使用して行いました測定後に得られたピークの幅は6.6秒と大変狭い値を示していることから非常に結晶性が良い材料であることがわかりますここでは詳しく触れませんがあらかじめ使用表面法線方向に対してのアライメントを行っておくことでピークの位置の情報から基板のお深くを求めることもできます こちらのグラフは高分解能測定でよく用いられている各種モノクロメーターとその分解能を示しています。モノクロメーターは正式にはモノクロメーターコリメーターもしくはビームコンディショナーと呼ばれていますが、ここではモノクロメーターと略して呼ぶことにします。グラフの横軸は測定を行うブラック角を示しており、縦軸はその角度における分解能となります。 モノクロメーターの分解能は測定角度に対して一定ではなく特に二結晶モノクロメーターでは特定の角度で最も高い分解能となる下に凸のカーブを描きますこのグラフから測定に使用するモノクロメーターや測定を行う角度によって分解能が異なることが読み取れるかと思います実際の測定では測定を行う指数に応じて 適切なモノクロメーターを選択していただくことで強度とと分解能を両立させるることができるようになります先ほどのサファイアの評価では得られた半値幅0.0018度に対してゲルマニウム4404結晶モノクロメーターでは分解能が十分足りていますが同じ無音結晶モノクロメーターでも2204結晶モノクロメーターでは資料のピーク幅を評価する分解能が足りないといった結果になり 実際の資料のロッキングカーブ幅を評価することはできません。さてご紹介をしておりますロッキングカーブによる評価ですがマッピングステージを組み合わせていただくことで基板結晶面の反り状態を評価することが可能になります。反りのある資料の場合 X 線の進行方向に対して資料を移動して測定を行っていくことでピーク位置のシフトが観測されます。 シフトする方向に応じて内反り外反りが判断できまた測定間距離とシフト量の関係から反りの度合いを極立半径として求めることができます。こちらの例で示している資料はガリウムナイトライドの単結晶基盤であり測定の結果極立半径 5.75m と比較的大きな内反りがあることが分かりました。 ここで注意すべき点は求められている反りはあくまで結晶格子面の反り状態であり資料表面の形状を示しているというわけではないということです。資料表面の反り状態は前反射 X 線を利用した評価において別途求めることができますがそちらのデータとの比較を行うことで基板表面面内におけるオフ角の分布を評価することも可能です。 2シーターの値に着目をしてみますと、単結晶基板の単位格子の大きさ、いわゆる格子定数を評価することができます。こちらの測定の場合には、格子面間隔に対して敏感な比較的高角度の反射を使用します。入社側に先ほどご紹介しました4結晶モノクロメーターコリメーターを使用し、さらに受光側に分解能を高めるアナライザー結晶を組み合わせた 超高分解能工学系による測定によって、より精密な格子上質の評価を行うことができるようになります。ここで測定を行っております資料は、ガドリウムガリウムガーネット基板で、GGG 基板、3G 基板などと呼ばれているものです。今回の測定では、資料表面に対して平行であり、かつ高角度の反射となる888面の測定を行いました。 測定により得られた解説角度から GGG888 面の格子面間隔が求まりますがそこから計算により格子乗数である A 軸の長さを求めています。アナライザー結晶を使用した超高分解能工学系での評価をご紹介いたしましたが弊社の解説装置スマートラボではハイピクスシリーズの検出器と合わせて使用するハイレスユニットの利用が便利です。 このユニットを利用いただくことで、分解能の余りスリットの光学系と、アナライザー結晶を使用した高分解能光学系をソフトウェア上で切り替えてご使用いただくことができます。ご紹介をいたしました格子上数の評価の際には、資料の高さや方位のアライメントが必要になりますが、このとき、分解能が高すぎる受光光学素子を利用してしまいますと、資料の傾きなどによりピークが見つからず、 調整ができないといった問題が発生します資料位置の調整から PQ を見つけるまでは甘めの分解能を利用して調整を行いその後ソフトウェア操作で高分解能光学系に切り替えることで確実で正確な測定を行うことができますすべてソフトウェア上での操作になりますので測定マクロと組み合わせていただくことで資料位置の調整から高分解能での測定まで 自動で実行することが可能になりますさてこちらは酸化マグネシウム単結晶基板について先ほどご紹介をいたしましたロッキングカーブ測定を行った結果になります特に酸化物系の基板でのロッキングカーブ測定でよく見かけられますが測定プロファイルの中にメインピーク以外の小さなピークが観測されたりピークの形状が左右非対称になることがございます 測定する場所を変えることでこのようなプロファイル形状にも変化が見られたことから基盤面内方向の分布状態を把握する目的で二次元検出器を使用した解説像の測定を行ってみました。その結果得られた二次元解説像には単結晶基盤内に存在するサブグレイン構造の流解や結管に起因すると思われるランダムな模様が観測されました。 ここでご紹介いたしました解説像の測定を X 線トポグラフィーと呼び、以降で詳細をご,さご紹介させていただきたいと思います。弊社では X 線トポグラフィーを行う専用機として XRT マイクロンを販売しております。最近ですと、シリコン、SIC、ガリウムヒ素、サファイア、LT、LN 等々といった様々な単結晶基板について、 市販されている何も載っていないベア基板の状態での評価はもちろん薄膜成膜を行ったプロセス後の単結晶基板のダメージや血管評価などについてのお問い合わせを多くいただいております。XRT マイクロンではこれら単結晶材料についての結晶の不完全性や積層血管転移などの情報を画像として観察することができます。また従来製品と比較して 高感度カメラや自動測定ソフトウェアの搭載により、より短時間での高分解能測定が可能となっています。こちらに挙げているような多くの特徴を持つ装置です。以降で順にご紹介をさせていただければと思います。こちらのスライドでは、簡単にトポグラフィーの測定の原理を、資料の透過配置の例を使ってご紹介をさせていただきます。 左の図はウエハー資料を水平置きした際の断面図を模式化したものになります。水平保持した資料の下面側からモリブデンなどの波長の短い X 線を照射しますと、入射した X 線はウエハーの資料を透過します。この時、資料に対する入射 X 線の角度を単結晶基板の解説角度に調整することで、照射円にある X 線が特定の方向に解説されます。 この解説 X 線を二次元検出器で取得した画像が解説像になりますが特に血管がない場合には強度が一定のコントラストのない画像が得られます一方で X 線照射屋に血管が存在する場合には周りと血管部において X 線の解説強度の差が生じることから血管位置に対してコントラストのある画像を得ることができますこの状態で 資料を水平方向に移動しながら、測定画像をつなぎ合わせていくことで、ウェハー全面のトポグラフィー画像を取得することができます。こちらは、XRT マイクロンの装置内部の写真です。写真は反射測定の配置となっています。資料ステージを中心に、右側に X 線線源、左側に トポグラフィー測定に使用する高感度カメラと解説角度の調整に使用するアライメント用の検出器を搭載しています宣言部には波長の異なる2つの高輝度 X 線環球を組み合わせて搭載することが可能ですまた多層膜ミラーや結晶コリメーターとの組み合わせによりより分解能の高い測定が可能となっています X 線の入射角度は入射アームで制御され 資料に対しての X 線の照射方向により透過での測定と反射での測定配置をサポートしています透過配置での測定の際には X 線の宣言が現在見えている配置から資料の裏側になるよう下側に移動しますトポグラフィー測定に用いる X 線カメラは高感度タイプと高分解能タイプの2機を搭載し可能です 測定で使用する波長の線源及び X 線カメラの切り替えは、ソフトウェア上で行うことが可能となっています。ご紹介いたしました XRT マイクロンのそれぞれの構成要素をこちらに並べました。焦点サイズ70ミクロンの超高輝度 X 線発生装置をはじめ、大型資料までを搭載可能な水平資料ステージや、高感度・高分解能の専用カメラを搭載することにより、 実験室系でありながら高速で高分解能のトポグラフィー画像を得られるシステムとなっています。また、先に紹介をいたしましたカメラや X 線環球の切り替え機構、透過反射の切り替え機構などソフトウェアでの切り替えをサポートしていることから高度な測定をより簡便にご利用いただくことが可能です。XRT マイクロンの撮影モードは 大きく反射及び透過配置での撮影と深さ方向に分解能が得られる透過配置でのセクショントポグラフィーがありそれぞれ測定の目的により使い分けられます反射配置では測定に用いる反射指数や線源の選択により資料表面から一定の深さに存在する血管の位置の確認を行うことができます 一方モリブデンなどの透過力の高い X 線を使用した透過撮影では表面から裏面までのウェハ全体の血管分布を評価することができます。また透過撮影時に強小スリットを使用したセクショントポグラフィーでは特定箇所における厚さ方向の血管分布状態を評価することができ複数枚のセクショントポグラフィーを組み合わせることで 血管部の3次元的な評価を行うことが可能になります以降ではそれぞれの撮影モードについて測定事例などを交えながらご紹介をいたしますさてこちらは格子状数の評価のところでご紹介をいたしました GGG 基盤の反射トポグラフィーを撮影したものになります撮影はカッパー宣言を使用し880反射を利用して行いました 撮影を行った画像には円弧状の縞模様が確認されています。これはストリエーションと呼ばれるもので、元素素性の柔らぎにより格子様子が変化していることで見られる現象です。高感度カメラを使用したスナップショットによる撮影では、このストリエーションがより精細に観測されていることがご覧いただけるかと思います。こちらは 4HSIC 基板を ボリブデン宣言を使用した透過配置によって測定を行ったものですウエハーの中で黒く見えている部分に定位などの欠陥が存在していますウエハー全面の測定を行っていただくことでウエハー面内における血管の分布状態を把握していただくことができます右側の図はウエハー中央部分のトポグラフィを拡大したものになります天井の血管や 胸にのられる線状の欠陥などが鮮明に観測されています SIC 基盤の評価においては面内に存在する定位の種類が議論されています表面に突き抜ける貫通型の螺旋定位や波状定位、SIC の C 面に存在する表面にほぼ平行な基底面定位などがありそれぞれ TSD、TED、 BPD などと呼ばれていますこれらの転移は転移線の走る方向や入り方が異なっていることから透過ト,トポグラフィー画像にはコントラストや形状の違いとして観測されます詳細についてはここでは省かせていただきますがご興味のある方は弊社「理学ジャーナル」ボリューム47をご覧になってください。得られた 4HSIC の トポグラフィーに関して、弊社では自動転移血管の解析ソフトウェアをご用意しております。先ほどご紹介をいたしましたトポグラフィー画像での転移の見え方の違いを判別して画像解析を行うことで、それぞれの転移密度を計算することができます。ここまで反射、透過配置でのウェハー内に存在する血管分布のご紹介をいたしました。次のスライドでは 透過配置を使用した厚さ方向の欠陥分布の評価についてご紹介をいたします。先ほどご紹介をいたしました透過配置でのトポグラフィーですが、入社エクス線のビーム幅を表彰スリットを用いて制限することにより、厚さ方向に対して分解能のあるトポグラフィーを撮影することができるようになります。この測定方法をセクショントポグラフィーと呼びます。 この撮影を測定位置をずらしながら順に繰り返していき、得られた多数点のセクショントポグラフィーを組み合わせていくことで、血管部の3次元情報を得ることができます。これを 3D セクショントポグラフィーと呼び、コンピューター処理を行うことで自由な断面の画像を切り出すことができるようになります。例えば、得られた 3D セクショントポグラフィーから、 上波表面に平行な面でリスライスを行うことで、上波表面に平行な面内における転移像を深さごとに表示することができるようになります。こちらは先ほどの 4HSIC について 3D セクショントポグラフィーを撮影した事例です。得られた3次元データの画像の切り出しにより、資料の上面や斜め上、 側面からの画像をそれぞれ見ることができています。また、表面から裏面にかけてリスライスをした画像からも、表面に貫通している TSD や TED、ウェハー内部、裏面側に存在している BPD の位置や状態を把握することができています。3次元の立体データですので、この画像を回転させ、自由に観察する方向を変えることも可能です。 セクショントポグラフィーはトポグラフィーをフィルムを使って撮影をしていた頃からある技術ですが近年のデジタル処理による連続測定や画像構成高軌道宣言と高精度カメラによる高速測定の実現によりご紹介をさせていただきました3次元での血管解析が実験室系の装置でも実現可能となりました。 ここまでご紹介をいたしました点位以外にも測定を行う指数や測定配置を選択することにより着目したい血管の観察を行うことができるようになります。こちらの2つの画像は表面近傍に存在する点位の確認のためカッパー宣言を使用し、さらに X 線の入射角度が低角度となる反射配置での撮影を行ったものになります。 どちららも表面からおよそ9ミクロン程度の分析深さとなっています。それぞれの血管による転移が見やすい方位の指数を選択することでここではホモエピタキシャル成長時に基盤との界面で発生した基盤のテラス構造に起因する転移やエピタキシャル成長時の積層血管などが観測されていますご紹介をさせていただきました XRT マイクロンですが、多検体の資料測定向けに自動搬送システムのオプションも用意しております。各種ウェハーサイズに対応しており、キャリアカセットを設置していただき、測定レシピをご使用いただくことで、複数枚のウェハーを自動測定することが可能になります。ここまで、XN トポグラフィー専用機、XRT マイクロンでの測定をご紹介させていただきましたが、 専用カメラを設置していただくことで、弊社の X 線解説装置、スマートラボでも反射のトポグラフィー撮影を行うことができるようになりました。こちらの写真は、スマートラボに専用のトポグラフィーカメラを設置した内観写真です。トポグラフィー撮影時にはカメラがサンプル上部に来るように固定して撮影を行いますが、通常の52オメーターとして使用する場合のためのカメラの対比機構が備わっております。 こちらの画像はスマートラボに搭載した専用カメラにより反射トポグラフィーを撮影した事例です。左側は前半にご紹介をいたしました酸化モグネシウム基板のトポグラフィー画像ですがサブグレイン構造や基板内部の血管などが確認できています。今回は単結晶基板そのものの評価を中心にご紹介をさせていただきましたが表面に膜がある場合でも 解説 X 線が観測できる厚さであれば、膜の下部にある基板のトポグラフィーを撮影することも可能です。右側の画像は、2ミクロンのガリウムナイトライドのバッファー層を積層したサファイア基板の評価事例になります。ガリウムナイトライド層の下部にあるサファイア基板の血管などが観測されています。専用カメラを搭載したスマートラボによるトポグラフィー測定では、 測定の配置が反射配置のみであったり資料サイズの上限などで制約がございますしかしながら冒頭でご紹介をいたしました各種 X 線解説測定による評価と組み合わせた単結晶基板の評価を行うことが可能になります測定のご用途に応じて装置をご選択いただけますと幸いです以上本日は単結晶基板の評価といったキーワードで X 線解説装置を使用した評価と、X 線トポグラフィーについいててのご紹介をさせたただきました X 線解説装置による評価の章では単結晶基板材料の結晶性や反り格子定数といったパラメータの評価について事例を交えながらご紹介をさせていただきましたまた専用カメラの搭載によりスマートラボによる反射 X 線トポグラフィーも併せて測定が可能となっています X 線トポグラフィーでは基板内部に存在する結晶の不完全性や各種血管の分布状態などを可視化することができますまた X 線トポグラフィーの専用機である XRT マイクロンの登場によりこれまでよりも高速に高精細なトポグラフィーを取得できるようになりました特に 3D セクショントポグラフィーを組み合わせることにより厚さ方向を含む 三次元的な結晶血管の評価を行えるようになりました。今回ご紹介をさせていただきました、XRT マイクロンによるトポグラフィー測定に関して、弊社理学ジャーナルにて詳細なご紹介を行っております。弊社ホームページより会員登録をいただくことで、会員サイトより閲覧が可能となります。 ご興味を持たれましたら、ぜひこちらのジャーナルもご参考にしていただければと思います。本日発表させていただきました内容に関して、ご興味やご意見、ご質問などございましたら、ぜひこちらのアドレスまでお問い合わせください。以上で、X 線トポグラフィーによる単結晶基板材料の評価のご紹介を終了させていただきます。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。